武雄社長のだから金鋭堂。金鋭堂の武雄です。お送りのシートメタルドツキ対応オフサルミックフレーム、こちらのタイバー、このタイバーにインスパイアされたスウェイバーが2023年モデルとして金鋭堂に新登場です。このお送り新作プレミアムチタンフレーム素材で仕上げたスウェーバー、このスウェーバー、まずは圧倒的な軽さ、この軽さを感じたらもう他のアイウェアはつけることができないかもしれません。そのぐらい圧倒的な軽さ、そしてまるで欠けていないような素晴らしいフィット感を生み出したフレームです。実際にこのスウェーバーの重量を計測してみます。それではオークリーのオフサルミックフレーム、スウェーバーの実際の重量を測ってみます。ダミーレンズが入った状態で実際にどれだけの重さがあるのか、なんと驚異の 20g を実現しています。まるで欠けていないかのような掛け心地、これを実現し、さらにスタイリッシュに掛けていただけるオークリーの新作オプサルミックフレーム、それがこのスウェイバーです。このスウェイバー、前作今私が掛けておりますこのタイバー同様に、このステム部分にアイコンがレーザーで刻まれており、さらにこのスクエアな特徴的なシルエットを持つデザイン、非常に洗練されたデザインを実現しています。そしてこのノーズパッド部分をご覧ください。独立したノーズパッドで、さらにこの直接鼻に当たる部分のパッドにはシリコンを採用しています。このシリコンノーズパッドが様々な顔型に理想的なフィット感を提供してくれます。そしてこのフロントとこのステムをつなぐこの長板ヒンジと呼ばれる部分にはスプリングが内蔵されています。このように抵抗があった場合にこのように開いてくれるので、長時間装用していても常に快適にかけ続けることができます。そしてこのスウェーバーのレンズカーブ、このように湾曲したデザインのように見えますが、通常のメガネレンズに近い4カーブというレンズカーブが採用されています。これにより違和感のない視界、鮮明な視界、そしてオークリーの純正度付きレンズもセットすることが可能です。すべてがプレミアムなオークリー新作オフサルミックフレームスウェーバーをぜひお試しください。どうぞよろしくお願いいたします。金鋭堂では、さまざまな新しい情報や皆様のお役に立つ情報を発信しております。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。だから金鋭堂。